アダド・ニラリ三世は古代メソポタミア地方の新アッシリア帝国の王である。その地勢前半においては母親のサンムラマーとの影響が大きかった。彼の地勢中、王権の弱体化が進行し、将軍や地方の総督などが勢力を増したが、それにもかかわらず、各方面への遠征を行った。また、ニネベにナブー神殿を建設した。アダド・ナラリと呼ばれることもある。 アダドニラリ三世は、シャムシ、アダド五世の息子であり、後継者であった。即位後最初の5年間の間、母親のサンムラマートが極めて大きな影響力を持っていたことから、アダドニラリ三世は即位の時には、かなり若かったと思われる。サンムラマートが振るった影響力は、セミラミスの伝説を生み出した。サンムラマートは、 摂政として行動したという見解は広く、退りけられているが、この時代の彼女の影響力は巨大なものであった。アダド・ニラリ3世は、アッシュル・ニラリ5世、シャルマネセル4世、そして、アッシュル・ダン3世の父親である。ティグラト・ピレセル3世は自らを、アダド・ニラリ3世の息子であると、王妃文において描写しているが、これが真実であるかどうかは、不明瞭である。 おじゃりで発見されたアダド・ニラリ3世の名前があるアゲートのビーズ。アゼルバイジャン国立博物館修造アダド・ニラリ3世の若さと彼の父親がその治世初期に直面していた権力闘争はアッシリアのメソポタミアに対する支配に深刻な弱体化をもたらしており多数の将軍、総督、地方統治者の野心を刺激した。サバで発見されたアッシリア王。 アダド・ニラリ3世の玄武岩製の石碑。トルコ・イスタンブル考古学博物館、古代オリエント美術館修造。アダド・ニラリ3世の碑文によれば、彼は、祖父のシャルマネセル3世の時代に、アッシリアが享受していた力を取り戻すために、複数の遠征を指揮した。また、リンム年代記によれば、彼は、その18年間の統治が終わるまで、あらゆる方角に向けて、 遠征を行い、またニネベに、ラブー神殿を建設した。彼は、全796年に、ベン・ハダド三世地政下のダマスカスを包囲した。これは、ダマスカスのアラム人王国の衰退と弱しおよび、ヤロブアム2世地下のイスラエル王国の復活を、もたらした。アダド・ニラリ三政の勢力的な行動にもかかわらず、彼の死後、アッシリアは、数十年にわたる、 長い弱体化の時代に入った。ありがとうございます。